日本を取り戻す CGS の吉野敏明です。今回は民族による適切な食事についてお話しさせていただきます。今ですね、例えば全員がケトジェニックって言って、こういう油を食べるといいとか、こういう食品添加物が入ってないといいですとか、こういう野菜のジュースがいいとか、まあスムージーがいいとか、こういう話が世の中で流行ってますが、実はこれは全部間違いです。というのは、 民族によって食べる健康なものっていうのは全部違うんですね。で、このお話について説明したいと思います。まずですね、その人類っていうのが発症して、そしてその人たちがアフリカの中央からいろんなところに住み着いていったわけですね。で、最初の説っていうのはアフリカ大陸という当時は緑がたくさんあって、雨もたくさんあって、そして水もたくさんあって、食料もたくさんあると。 山に登ればいくらでも食べ物があると。そして動物を捕まえたらいくらでも食べられると。そういうとこから始まった。これがアフリカ紀元節っていうんですが、その後、我々はどん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 植物を伐採して、まあ燃料にしたわけですね。それでアフリカ大陸から砂漠が始まったと言われてます。そうすると木がなくなると火を燃やすことができなくなるので、我々人類は北上して最初に行ったのがアラビア半島に行ったんですね。 で、そこでまた同じようなことをしてしまって、植物がなくなっちゃったと。で、乾燥してる気候になってきたと。じゃあ、どうするんだそこで、最初に人類が乾燥しているところに適応するっていうのが始まったわけですね。そこで乾燥しているところで栽培できる植物っていうのは、非常に数が限られていて、小麦かオリーブかブドウのこの3つしかないんですね。で、最初にその残ると決めた人たちは、この3つを食べることを選択したわけですね。 で、そうじゃない人たちっていうのは、一方は東へ行ったんですね。これはインドを経由してずっと最終的に日本まで来るんですけど、そういうグループと、それから遅れてロシアの方に行ったグループ。もうちょっと遅れて、もうキリストとかが生まれた後ぐらいにヨーロッパに行ったようなグループに分かれるんですが、この最初に中東に残った人、アラビア半島に残った人たちっていうのは、乾燥する作物を栽培しなければいけない。そうすると、まあ小麦ですよね。パンを食べると。 それから、ぶどうもそうです。ブドウっていうのも非常に乾燥に強いところで、地下深く根を張って、そこで、ブドウができると。で、そのぶどうが腐ってしまいますから、ブドウをぶどう酒にして、アルコールにすると腐らなくなりますから、水としてぶどう酒を飲むと。それから、オリーブね。オリーブも同じです。非常に乾燥しているところでできるので、これで、そこから油を絞り出して、水の代わりに油で、喉越しを良くして、食べるっていうことを始めました。ところがですね、 このオリーブとか小麦とかっていうのは、それを食べてない人たちからすると、発言性があったりとか、免疫異常を起こしたりするんですね。実は皆さんあまり知られてませんけども、オリーブっていうのも我々日本人からすると、オリーブ油っていうのは発言性があるんですね。それから小麦もそうですけど、免疫異常を起こすので、それこそ花粉症を起こしたりとか、自己免疫疾患を起こしたりとか、癌になったりするんですね。でもこのグループの人たちは、 約3万年から1万5千年ぐらい前って言われてますけど、これを食べるということに適応した人間だけが生き残ったわけです。だから彼らは最初は多分いたと思うんですよ。小麦を食べてがんになったりとか、それこそ花粉症になるような人もいたかもしれませんけども、薬なんかないですから、そういう人たちは死にたいでいく。そして、この食べ物で適応した人たちが残る。って言ってるのが、これがユダヤ人とか、イスラム人とか、ペルシャ人とか、それからアーリア人のうちの白人たちのグループですね。 インド人は、あの、インドの方に来ましたから。で、そうすると、この人たちっていうのは、これを食べることによって、その作物ができるところの文化が生まれるんです。なので、まず、土地とか気候が先、そして栽培できるものが次、そこで食べることができる、そして病気に適応する。そうすると、それの文化ができて、その文化から宗教が生まれるので、キリスト教やユダヤ教やイスラム教よりも先に、 小麦というものがあって、それの文化があって、それで宗教ができていくんですね。だから宗教を広めるんじゃなくて、土地や食物や気候が宗教を作ったんです。で、今度は、いや、ここじゃ乾燥してるからたまらんという人たちは、インドの方に行ったわけですね。そこで定着した人がインド人になりました。で、ここは確かに中東よりは水があります。ガンディス川とかインダス川とかっていう川がありますけども、ご存知のように大陸の川っていうのは汚いんですね。 水は確かにあるんだけども、もっといいところがないかと言って、東に行きます。ですから、水はあるんですけども、オイルの文化が残っているので、アーユルベーダーっていう、まあ医療なんかもそうです。頭から油垂らしたりするので、水があるんですけども、足りないんですね。で、さらに今度東に行くと、ベトナムですとかタイとか、インドネシアぐらいまで来るわけですよね。そうすると、今度は、メコン川とかメナム川も確かに綺麗じゃないんですが、ここはね、台風が来るんですよね。雨が降ると。 そうすると米が取れるんですね。そうすると大量に雨が降って、大量に水があってザブザブの状態で作物ができるというのは何かって言ったら、もうズバリ米なわけですよ。ですから、米を食べるっていう文化ができるのと、それから雨水を飲むっていう文化が始まるわけですね。ところがこれがもうちょっと台風がない、夏は特にね、暑いわけです。夏っていうかその寒気とか雨季があって非常に暑いわけです。もう少し過ごしやすいところがないかと言って、さらに東へ東へにって言ったのが、 ま、日本なわけですよね。で、ここは何が素晴らしいかっていうと、台風に依存しなくても、雨に依存しなくても、井戸水と川の水が唯一飲めるとこなんですね。で、ここでお米も作れます。作れるんですが、栗ですとか、どんぐりとかこういう秋に実るもの、あるいは泡とか冷えとかっていうもう少し寒くなってから取れるもの、これがあるんですね。なので、人類が初めて日本という土地に来て、水がないということから解放されたわけです。川の水飲めます。 井戸水は簡単に出てきます、どこでもね。そして雨がたくさんやっぱり降るので、米が作れて、で米がない時期は栗やどんぐりとかね、シーの実とかこういうものを食べる。そして四季があるので、いろんな食べ物が食べることができる。でそこでできてるっていうのが、日本の古神島ができたわけですよね。なので、恵まれてるので、すべてのものには神がいると。で、その神っていうのに感謝をすると。そして感謝していただくので、いただきますっていう言葉が生まれたと。 で、これでできていくので、これがだん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 宗教として洗練されていくと、神道になって、これが天皇陛下と結びついていって、日本のいわゆる神学っていうのができていったわけですね。なので、神道だとか、インドのヒンズー教だとか、イスラム教だとか、キリスト教だとかっていうのは、それぞれの宗派があるんじゃなくて、何を食べていたか、どんな気候だったか、 それによって文化ができて宗教ができるわけなのでそれぞれ食べ物が違うしみんなその食べ物に適応しているの我々は何万年もかけてね。我々は例えば小麦を食べると免疫異常を起こしたりするので花粉症だったりとかがんが増えたりとか自己免疫疾患ができるんですけどじゃあ今度白人がまるまる日本食を食べ続けるとどうなるかっていうと大抵神経障害を起こします。 それはなぜかっていうと、魚の中にカドミウムとか銅とか水銀がたくさん入ってるからなんですね。で私も試しに一回やったことがあるんですけど、自分の髪の毛抜いて、日本の検査機関に出したのと、アメリカの検査機関に出したのとは全然違って、アメリカに出すと水銀中毒ですって出てくるんですねで。白人たちの許容量を超えてますと。キレート療法をしてくださいってきますけど、日本人だったら平均なんですね。 現実に私の知人でもいますけども、白人ですけどね、日本に来て20年、30年いてもう回転寿司が大好きになってマグロの赤身ばっかり食べてると神経がおかしくなって味覚障害とか視覚障害を起こしてるなんて患者さんもいるんですね。なので彼らは重金属に対する適用を持ってないわけです。で、さらには例えばエスキモーですね。彼らっていうのは生のアザラシ食べるわけですよ。で、僕らがですね、生のアザラシとか食べたらもう多分即死だと思いますね。 A 型肝炎とか赤痢になったりとか、そもそも動物をかわいそうですけどね、エスキモ物の人たちがね、僕ら見てるとほんと心が痛みますけど、子供のアザラシ来たらゴンゴン頭叩いて殺すわけですよね。で、皮を剥いて、で、油をその中でこう取って舐めたりしながら、その牛肉っていうのをこう生で食べていくわけですよね。で、そんなことしたら我々だったら感染しちゃう。なんで彼らは大丈夫なんですかって言ったら、それに耐えうる、 遺伝子を持ってる人たちですよね。生肉を食べて大丈夫、寄生虫がいても大丈夫、ウイルスがいても大丈夫。そういう人たちが残ったのがエスキモーなわけですよ。で、似たのにですね、抗マラリア遺伝子っていうのがあるんですね。これ東南アジアの人たちはそうなんですけども、みんな持ってるんです。なので、 大東亜戦争の時ね、太平洋戦争の時に、我々日本人が、例えば、ミッドウェイ諸島だとか、硫黄島とかね、いろんなところに行くわけですけども、戦争で実際死んだ人って230万人ぐらいいるんですけど、本当に銃撃戦で死んだ人っていうのは30万人ぐらいしかいないんですね。ほとんどの人が疫病とガシなんです。マラリアで死んだ人も何十万人もいるんですね。東南アジアの人たちは、蚊に刺されてもマラリアにならないかなっても軽症なんですけど我々は死んでしまうわけですよ。なんでかって言ったら、日本にはマラリアがいないからです。 彼らはマラリアに刺されても死なないという遺伝子を持ってる人たちだけが東南アジア人をやってるんですね。なので、もう皆さんお分かりと思いますけども、イタリア人が、あるいはフランス人がパンやパスタを食べてて、なんで日本人がいけないんだったら、それは何万年も食べてるからなんですね。 なんで東南アジアの人たちが蚊に刺されてもマラリアにならないかって言ったらそこに何万年も住んでるからなんですね。日本人と同じような食事をしていると白人が水銀中毒やカドミム中毒になるんですけどもそれはなぜかって言ったら日本人はここに何万年どころか10万年近く住んでるからなわけです。そうするともうお分かりだと思いますけど人類に普遍の健康な例えば炭水化物ですね。小麦粉なら小麦粉、米なら米とか芋なら芋とかそれはないんです。 だからある地方はある国は、例えば蕎麦の実がある。ロシア人なんかそうですけど、蕎麦が一番炭水化物としては一番体に合ってる。ヨーロッパの寒いところに行くとジャガイモがいいとかね。なので、そういうものに我々が適応していったので、その土地土地のものっていうのがそこに合ってるわけです。で、特に日本は鎖国をしていた以前ですよ。もっと前でも。 いわゆる、藩ですよね。その、例えば、土佐なら土佐でもいいし、武蔵の国なら武蔵でもいいんです、津の国なら津の国でもいいんですけども、原則そこにずっと住んでるわけですよ。何百年じゃないわけですよね。千何百年とかずっとそこに住んでるので、そこの出た地産のものを地食していたわけですよね。いや、そこで健康になってるって人たちが、こう、淘汰されて残っていってるわけですから、日本人にとって以上に、日本人でも、例えば私なんか、そう、東東美っていう国の、 300年近く住んでることが分かっているので、そうすると静岡県の東部の方の食べられるもの、取れるもの、そういうものを食べていると健康にいいわけですよね。だから一番いいのは自分の出身地がどこであるかっていうことを知ってそれを食べるっていうのが一番いいし、それに目指して文化ができて最終的には宗教もできている。ですから、例えば宗教っていうのが仏教ですね。インドでできてお釈迦様が作って、で中国経由日本に来て、 今は16周波ぐらいありますけども、日本に目指してるね、その仏教に変わってますよね。これも同じで、そのお釈迦様がいた時の食べ物とか気候とかと全然違うから、これも宗教もずっと移ってくると、日本の仏教に変わっていくわけですよね。だから、どうして宗教に流派ができるかいうのこれで説明がつくわけですよ。なので、皆さんは一体どこのご出身なんですか そこの気候はどういう気候なんですかってそこで食べられるものは何なんですかっていうと、そこの土地の人たちの気質が生まれたりとか、そこの人たちの宗教観があったりとかするんですね。なので、今、例えばね、コオロギならコオロギでもいいんですけども、みんなが食べましょうとか、遺伝子組み換えのものでみんなで食べましょうとか、ゲノム編集してみんなで食べましょうとかっていうのは、これは大いなる間違いなんですね。そこにあるもので、そこに人たちが育ってるから、そういう考え方ができる。 例えばですね、面白いのがあるんですけども、東南アジアよりもさらにね、その、サモアとかこういう赤道上に住んでる人たち。この人たちってものすごく温厚ですよね。全然怒らないですよね。で、とこに出てくる、例えばバナナとかキウイとかマンゴーとかっていうものをですね、これ量子力学的な周波数を計測すると、うつになるような周波数が出てくるんですで。なぜかというと、この人たちは陽気すぎるんですね。で、少しこのうつの気質っていうのがこう入ってくと、 ちょうど良くなる感情になるんですね。で、もうちょっと緯度が上がると、沖縄とか台湾ぐらいの人たち、この人たちっていうのは本当に怒らないです。ところが、例えば、青森だとかね、それから芋焼酎だとかっていう、こういうのはね、怒りっていう周波数がすごく出るんですね。だからこれで、ちゃんと感情を整えてるんですね。こうやって、その土地に取れる、 食物なんかも、ポリフェネオールですとか、例えばそうですね、トランス脂肪酸とかね、そういう化学成分だけじゃなくて、量子力学的なその周波数っていうものも入ってくると、それでその土地の食べ物を食べることによって、その地域の欠点を補うというのがあるんですよ。だから逆に言うと、日本のような、特に東京とかね、大阪とかってこういうところで、暖かいというか、まあ、南の島のように暑くないところで、多分焼酎とか飲むと怒りっぽくなるんですよね。 で、その逆で、南方の果物ばっかりやってると、うつ傾向が出てきたりとかするんですね。なので、その人がどんな食べ物を食べてるかによっても、感情が変わってくるんですね。 こういうことをちゃんと分かってないと自分がこう好みで好きなものを食べてることによって性格を変えてしまったり病気を作ってしまったりとかそういうことがあるんですね。なので健康になるっていうことは原点として皆さんがどこで自分たちのご先祖様がいたのかっていうことを考えてそれを食べるっていうことが体の健康だけじゃなくて心の健康にもいいんだということなんです。 ですから、どの民族がっていうのはすごく大事なことで、その民族民族に合ってる食べ物を食べていく。なので、今流行ってるね、グローバリストみたいに、みんなで同じものを食べましょうとか、みんな同じ考えっていうことはもうこれ間違いなんですね。もうその土地土地によってみんな考え方も違うし、宗教すら違うわけです。昔日本が、そのイエズス会が入ってきて、カトリックを広めようと思ったけど、うまくいかなかったのは、仏教という、あるいは神道というものが日本にあったからじゃなくて、 そのカトリックっていうものが作られたその概念っていうのと日本の食だとか風土だとか気候だとか土地だとかっていうのが合わない。だからうまくいかなかったっていう考えがあるわけですね。なので皆さんももう一度お父さんお母さんがどうこうの出身だったのかなと3世代とか4世代とか遡ってみてあ,あ、それで僕はこういう食べ物が好きなんだと。あるいはこの食べ物が好きなんだけど僕がすぐ怒りっぽいのはそれでなんだとかいやすぐ悲しくなるのはこれでなんだとかわかるはずです。 そうやって皆さんの健康をもう一回考えてみてもらいたいと思います。よく質問を受けるのはね、例えばこういうものを食べてるんですけども、直ちに症状が出ないからいいんじゃないかとかね、あるいはみんな食べてるんだから特に問題ないんじゃないかと言うんですが、確かにね、一回だけとか二回だけっていうのは全然症状出ないんですね。 例えば、まあ今日もそうだったんですけども、たまたま乳がんの患者さんが2人来たんですが、統計学的に WHO も出してますけども、白人ですらですよ。乳製品を食べていると、例えばコップ 200cc 換算で3倍。だから 600cc。そんな多くなくても、例えばチーズだったらもう一かけらぐらいになりますが、がんの発症率って1.8倍も増えるんですね。これがアジア人になるとさらに倍ぐらい高いんです。 そうすると、コップ一杯で乳がんになることはないんですけど、20年やってたらどうなるかっていうことなんですよね。ですから、特に濃縮されているものっていうと、ヨーグルトなんかがそうなんですけども、今日実は来た40代の前半の方が2名乳がんでいらしたんですけども、必ず毎日ヨーグルトを食べる。しかも、スパゲッティとかパスタは必ずチーズが入っているものを選ぶ。 そして必ずコーヒーや紅茶を飲むときは牛乳を入れて飲んでますという人たちだったんですね。で、これね、例外がないんです。本当に乳がんの人とか前立腺がんの人たちっていうのは乳製品を全く取ってないっていう人っていうのはいないんですね。それどころか、大豆もそうなんですけど、大豆もイソフラボンというものが入ってて、女性のエストロゲンに近いものがあるんですね。で、お豆腐とか大豆を食べてるったらそんな濃度がないんですけども、これをね、 サプリメントにして、エソフラボン製剤にしてる人っていうのはやっぱり、ね、乳がんとか多いんですね。で、若年型の乳がんの人っていうのはそうです。20代でも乳がんですとかね。ですから、1回や2回ぐらいではいいんですけど、これを習慣化して10年とか15年とか20年やるとやっぱり病気が起きるんですね。 ですから、私は決して牛乳を飲むなとかヨーグルトを食べるなって言ってるんではなくって、時々健康のために食べたりするのはいいんですけども、何でもそうです。その土地にないものを毎日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 何十年もやってるっていうと、それは病気を起こんですね。だから例えば、子供がね、誕生会の時にケーキ食べましょうとか、クリスマスの時にケーキ食べましょうとか、お子さんがご結婚なされましたと、そこでウェディングケーキが出てきたと。こういうのはいいんですけども、毎日ケーキを何十年も食べるっていうのはやっぱりこれおかしいんですね。日本人がやってない ななかったことなんでだから乳製品の取りすぎっていうのも皆さん気をつけなければいけないことですし小麦粉ななんんかも全く同じなんですねですから1回とか2回とかじゃなくって取りすぎるといけないと土地にないものを取りすぎるといけないというふうに理解していただければ幸いです。日本を取り戻す CGS の吉野でした